こんにちは、お待たせしました、アイロニーの福田です。よろしくお願いします。お願いします。本日到着分のオンラインレッスンプルミエクラスの、動画今から始めます。よろしくお願いします。各の方がほとんどだったと思うので、皆さんお水あげまでできているのかなと思うんですけれども、今回の課題こんな感じです。ちょっと、スプレーバラがね、今私少し剥いたんですけど、蒸れてるところとか花びらに茶色いシミとかついてたら、そのあたりは取ってくださいね。あ、でもこんにちは。あ、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も、新店舗からお送りします。よろしくお願いします。はい、では本日のテーマはピンクローズのガーデンブーケです。ピンク色の、スプレーバラ、ちょっと輪の大きなスプレーバラを何種類か集めました。それと草花のこのゆらゆら揺れるブルーレース、こういったものを揃えてます。はい、では一つずつ花材説明していきます。こちらがスプレーバラの春日です。結構大きいですよね。もうスタンダードのバラと変わらないぐらい、この直径のサイズは大きいですね。これが春日です。で、次がこちらヴィンテージピンク、ヴィンテージピンクです。ヴィンテージピンク2つ入ってますね、私のは。皆さんトータルして本数揃えてますので、少しずつ品種が違うかもしれないんですけれども、こちら、これがねアンティークウェディングです。はい、でスカビオサ、こちらスカビオサのマリーベル、マリーベルです。で、ツルバキア、今日のもしっかり香りあります、ツルバキアです。あとこちらブルーレースのピンクです。先週は使ってないのかな、最近よく入れてます。今ね、草花が少ない時期ですので、このさりげない小輪の感じとか、あと首から下がねくねっと曲がっている雰囲気が使いやすくて、よく使ってます。で、次、ミントが3本、これもミックスでミント3本ですね。アップルミントと、グレープフルーツミント入ってます。で、こちらローズゼラニウム、ゼラニウムちょっとね下葉がこういう風に黄色くなってきてるのがあると思います。それはこれ落としてください。こう黄色くなっている部分は落としてください。一つの茎につき2枝ずつぐらい黄色いのついてるかもしれないんですけど、それ落としてくださいね。で、これもちょっと落としときますね。あ、なんか光が足りませんか、顔色が。申し訳ありません、素材が悪くて申し訳ありません。今社長が私をレフってます。見てられなくなったみたいで出てかれました。抜群の状態で出てます。これがゼラニウム。どうですか皆さん。あ、立ちますね。スノーフレーク、いいですか、合格ですか。で、クレマチスのエトワールローズです。これさ、私6って書いてていいけど4やけど大丈夫。本数が6本、それで全部6本になって、じゃあボリュームで合わせる感じですね。
じゃ私のスプレーバラはこの4本だけど、輪の量で皆さんバランス取ってるってことね。じゃあ5本入ってる人もいるってことだね。5本の人もいるし、1本ですね。はい。はい、2数で合わせます。はい。でこのスプレー、これスプレー咲きのアップルミントなんですけど、これも下の方ね、ちょっとこうやって黄色くなってきてるのあるんですね。これは気温がね、昼と夜の温度がぐっと下がりすぎたりするとこうやって変化が出てくるので、それも、ネットワイエって言って下処理してください。はい。プルミエクラスは初めてお花に携わるっていう方でも届いたらすぐレッスンしていただけるようにある程度もう準備がされてます。なので大きくね、葉っぱを落としたり枝を分けたりとか、そういったことがあまり必要ないんですが、この輸送中に起きる植物の変化、これに関してはご自身で見て、あ、ちょっと入れてたらあまり綺麗に見えないなっていうふうに思うものは取ってください。で、クレマチスも今日はかなりネトワイエした状態でお送りしているようです。この感じ、これだったらこのまんま今日ブーケに使えますね。こっちもこっちもこんな感じです。で、このブルーレースだけご自身で分けてもらいましょうかね。結構たっぷりあるんですよ。で、一枝ずつも長いので落とします。確かにブルーレースはなんかかなり今回月が良くて、花は水揚げか、水揚げの時に落としたんですけど、これでも結構ついてたんで。そうだね、これ切った時にね、ここ手元より下にある葉っぱ、これは握って作る時にもぐちゅっとなりやすかったり、あと作り終えてこうやって花器に入れた時にね、水の中に葉っぱが浸かってると、これが原因で水が傷んで、その傷んだ水を吸う花が、開花しづらくなる、早く終わってしまうっていうことで長く楽しめなくなるので、手元より下に来る葉っぱは全部落としてください。それはこの植物に限らずどれもです。これも大きく2つに分かれているので落としておきますね。こういうのね、きっと迷われると思うんですけど、こうギュッと持ってもいいんですけど、ここでまた接点ができて傷む原因にもなりますし、私これちょっと先っちょ飛んでるので落としておきます。皆さん、ぜひあるかコメントなどあったらコメントお待ちしてます。この今回のデザイン、何回か、認定校アイロニーがね行ってる認定校っていう、クラスがあるんですけど、全国各地でやってもらってるんですが、そこのメニューにはこのガーデンブーケは何回か登場してるんですけど、プルミエでするのはもしかしたら初めてかもしれないので、作り方とか質問がありましたら遠慮なくおっしゃってください。読ませていただきますので、はい。では、束ねていきますね。で、この顔ガーデンブーケっていうのは庭に咲いている花、自然な雰囲気、それを感じていただけるようなブーケのことを指して言ってます。その、造語ではないんですけど、アイロニーで作ったその、シャンペトルブーケとか、ああいう、雰囲気をイメージしてもらう名前になるんですね。なので思い思いのその庭を感じれるようにお花の配置とか高低差をつけていただいたらいいんですけれども、今回はこのねバラをしっかり使いますので、ギューッとこういう風に持ってしまうと窮屈に感じますよね。で、庭で咲いてる時のバラってね、高低差があってゆらゆらとしてると思うんですけども、こういうのを手元で作りたいんです。で、そのために今日は割と
こう厚みがあるというかボリュームの出る葉っぱを入れてます。でこの葉っぱは、見せるためにももちろん使うんですけれども、花と花がギュッとくっついてしまわないように空間の部分を作れるよう、これでねこうやってここにね膨らみを作るんですね。そうするとね花と花がこんな風に広がりますよね。こうするための今回はゼラニウムです。で庭にもねよく庭に咲いてますよね。なのでこれもそのバラと合わせてガーデンの雰囲気を感じていただきたいなと思って今日は2種類使ってます。コメントいただいてましたね、福田さんこんにちは、いつも丁寧な花材扱い説明をありがとうございます、勉強になります、ありがとうございます。美咲さんありがとうございます。画面が大きいので今日は読ませていただきます。今ちょっとねアシスタントが電話出てますので、はい。では何から持っていただいても大丈夫なんですけど、作りやすさで言うと今日は第2アシスタント来ました。コメント読ませていただきます。所長はこれゼラニウムからいきます。しっかり香りあります。3本ぐらい持って、今日は手元はスパイラルではなくパラレルですね。パラレルって言って平行に茎をまっすぐこのね螺旋状にスパイラルに組んでいくのではなくって、このようにまっすぐ平行になるように組みます。でまずゼラニウム持ちます。で、輪の付きがギュッと寄ってるハルリから私は持ちます。はい、ハルリ真ん中に持ちました。で、間にたくさん今日はブルーレースがあるので、ブルーレースはもう花1、ブルーレース1ぐらいの割合で入れていきましょうかね。こんな感じですごく高さ出しました。はい、で次またヴィンテージピンク、はい、うなりですか。でミントも入れます。はい、香りがね、香りが今日はもう香りのっていう風にはくくってないんですけど、うん、結構どれも香りが、まあ、ゼラニウムがすごいありますかね。なんかちょっと調子狂いますね。ありがたいんですけどね。2種です、はい、これ上から見て高低差もね結構、うん、いやもうスプレーバラーでも本当に最近本当に良くなったね。そうなんですよ、ね、なんかあんまり使うことがこれまでなかったんですけど、うん、なんか見落としてましたね。そうね、ね、うん、本当スプレーバラーの方がなんかやっぱりちょっと自然な感じが出やすいのもあるし、そうですね、ちょっとリングが小さかったのが割としっかりしたリングのもので巻きのあるものっていうのが知らない間にすごいたくさんあるんですね。そうなんですよ。いいですね。で、花持ちも、うん、あこんなにいいのかっていうぐらい楽しめてます。うんうん、そうなんですよ。スプレーバラ。でこれ昔は農家さんやっぱり退任でどうだみたいな感じのものをよくね、うんうんうん、作られて、そういうのも高級感あるなという感じで僕らも選んでたんですけど、なんか。最近やっぱこう写真に撮ったりするとリングがたくさんあるのって本当に綺麗に映るんですよね。そうですね。なんかこのスプレーバラ巻きも多くて一輪もしっかりしてて持ちも良くて、なおかつちょっと首の曲がりとかね自然なものがあるんでいいんですよ。ねえ、なんか色も
絶妙にありますよ ね、 いいよ ね、 あるね。あのもうはっきりとした単色だけではなくなってきましたよ ね、 はい。無駄にいい顔してるな、お前映ってないと。なんか楽しそうな雰囲気でいいなぁ、待って俺も入りたいなぁと思いながら袋取ってる。忙しい。そうそう、なんかバタついてますね。大丈夫ですか。ここでずっとなんかこの顔で気まずいてる。あれ何やろ、気づいてほしかったんですね。なんか助けてほしいのかな。あ、まだまだしてる。あいつか。え、あの待機がバスとして、そうなんか待機の方もアシスタントいるんですか。あの方が今なんか直接何か起きてるような感じがする。待機がアシスタントとか、はい、そっちのアシスタントでしょうか。何ですか。そっちのアシスタントでしょうか。まね、はい、このツルバキアも入れました。これも今日は思い切り高いところ、スプレーバラがねどうしても偏ったりすることがあると思うので、花の少ないな入ってないなっていうところにこの一本もののツルバキアを入れて、こういうところにね、ここなかったらちょっとスカッとしてるじゃないですか。そこに足すと彩りがね。あのすみません、アシスタントの方、はい、なんかねコメントたくさんいただいてます。あ、本当ですか。大丈夫ですか。はい、平川さんはもう来てくれるって。あ、本当に、はい、あ、ありがとうございます。気をつけて来てくださいね。はい、はい、ロザリオ、ロザリオのコメントでした。あ、はい、ロザリオさん結構プルミエ出席率高いです。高いですね。うん、高いですよ。ロザリオさん時差は大丈夫なんですか。あのお昼はロザリオさんタイミングは見たんです、ね、どちらにお住まいかわかんないです、ムーンドロップガーデンさん綺麗です。ありがとうございます。いいね、ね、あ、これいいね、この場所ね、ここね、今日、うん、背景もこれいいですね。そうね、このテーブルで、あの関東を壊さなくてもいけますね。ほんまですね。ここですね、うん、大丈夫さ。あ、綺麗、うん、なんかもう少しスカッとするかなと思ったんですけど、やっぱ、あ、俺もちょっとね、少ないかなと思ったけど、そう、レースラーは華やかに、すごい、そうですね、うん、で、スカビも、このスカビすごいいいんですよ。なんか今年ちょっとスカビまだかなと思ってたんですけど、ね、そう、結構花持ちも良くって、あ、綺麗、色の出方も綺麗わ。ね、あ、すごい綺麗。なんかここ嫌ですね。あ、そこがね。私が。そこがね、ここなんかね。ウイス張りにしてくれた。防犯上のね。あ、なるほどね。さあ、これ二条城と一緒の。あ、なるほどね。あの外国人の人とかも来るかもしれない。今ね、この足元がね、ミシミシ言うんですよ。それがね、非常に感じ悪くてね。全然ウイスってない。ウイスってないですよね。ただキシキシあら、綺麗。これで防犯も。あ、なるほど、誰が気づくんですか。クセモノ。全部入りました。はい、OK です。いいじゃないですか、綺麗じゃないですか、すごい。これもうちょいこっちにしたらいい。え、何を、テーブルを、ね、立ち位置を、ね、あ、私のね、ミシミシをね、うん、そうですね、ちょうどここがドンピシャでした。お花が映えます。これはクルパノーブ入れてくださってるんですかね。え、映えるよね。これ、ちょっとやっぱり見えないな。ですよね。すごく綺麗です。お花が映えます。新店本当にいいですね。ありがとうございます。ぜひぜひ皆さんお越しくださいね、はい、あの何でしょう、あのお話しするだけで来てくださる方もいらっしゃるぐらい。いや、本当、野木さんにお願いしました。あ、そうそうそう、来てください。このセットね、あと何個だっけ。あと3です。あとね、3つ販売することできるんですけど、このように束ねた状態でもお送りできますし、素材でもお届けすることできますので、今日の4時ぐらいかな。そうですね、はい、16時まで受け付けておりますので、ぜひよかったらこんな感じの仕上がりになります。いつか行きたいです。あ、ぜひぜひお越しください。美咲さん、日中の新店舗の様子も本当に素敵ですね。夢の館。あ、そっか、夜
来てくださってたからね。ありがとうございます。これ茎はね、このように平行に束ねてます。はい、これ完成品なんだよ。プレゼント用だよ。そうですね、うん、あ、香りがすごい、なんか空いてきました。ゼラニウムの香りで、ゼラニウムの香り香りでお腹空いてきた。お腹空いてきました。ちょっとそれは今日は我慢できない。あ、まあ12時っていうのもあると思うんですけど、ただ夕飯いや、時間的な問題じゃないでしょうか。いや、不思議なことに始まる前は一切お腹空いてなくって、あ、もうこれ終わったらお昼かでもせななと思ってたんですけど、もう4つ目持ち出したぐらいからですかね。香りで、あ、その香りの方が吸いてきた、ね、そうそう、そう。そうかもしれないかな。こうやってね、ゆるーくなんですよ。ゆるーく縛って、あまりね、ギュッと縛ってしまうと茎も折れやすいので、ゆるく縛って、柔らかいタオルかなんかの上に置いて、結びます。こんな感じで。いいね、はい、少し揺らすとね、はい、よりもともとの行きたいところに花戻りますから。こんな感じで、パラキングさん、こんにちは。こんにちは。よし、で今日はこのガクス、かなりレアですね。これもあんまりないけど、こんな感じで仕上がりです。出遅れました、ありがとうございます。もうね、終わるんですけど、こっちごめんなさい。いやいや、今日ね、後ろのスケジュールがありまして。スカビオさん、かわいいですよね。あ、お話だけしに来てくださるちんちんさん、ちんちんさん、おしゃべりにも近い。来てください。あのね、割と馴染みで、ずっと座ってていただいても私たちも忘れるぐらい、いていただくことできますよ。はい、大丈夫です。冷たい、ごめんなさい、冷たいんじゃなくて。嬉しいですよ、マルキングさん。はい、うわ、綺麗、いいですね。お腹が空いてきた。あ、そうなんですよ。ゼラニウムのせいで、せいでというか、なんでしょうね、気持ちが爽やかになってきて、お腹空いてきました。来週なんですけど、今回ね、珍しいですよ。もうテーマが決まってるんですよ。来週は、オーバルローって言って、低くって楕円形の、テーブルのね、真ん中に置いたりして飾っていただいたりとか、あとサイドボードとか、ああいうところに飾っていただけるような、オーバルロースタイルをご用意します。はい、あ、そうです。行きたい、あ、ぜひ来てください。本当ね、いろいろね、11月は催しがたくさんあって、レッスンとかしてるんですけど、もうあまりにパンパンの時は表にもテーブルご用意してますので、はい、そちらでも見ていただけます。じゃあこちら、完成品もしくは素材で、あと3つ販売することできますので、もしよろしければ、オンラインストアの方を見てみてください。自分の腹選びもできます。あ、できますよ、できますよ。それを見てるんですからね。そう、この日のこの時間に行くよとだけ言っといてもらったら、はい、選んでというか、綺麗に飾っておきますので、ぜひ。もう見えない。 OK ですね。はい、はい、ご質問良さそうですかね。今日はじゃあこのぐらいで終わりにさせていただきます。届いた方、皆さん楽しんでみてもらって、また SNS で、見せてくださいね。ありがとうございます。はい、柔らか、そうですね、今日はもうそんな、それが一番ぴったりの言葉だと思います。柔らかなラインです。はい、じゃあ、デコさん、お待ちしてます。気をつけてね。はい、ありがとうございます。また来週お会いしましょう。ここですね。ここです、はい。